皆さんこんにちは、ももきゅうちゃんです。今日は休日なので車を飛ばして田園地帯までやってきました。初めて来るとこなんですけどね、すごいですね。川に草がものすごく茂ってますね。水が見えないほどです。はい、今日も天気がいいのでね、30度超えなんですよ。暑いですわ。ただね、この川ですね、何かいそうな気がしますよ。ただまあ草が多くてね、ちょっと網を使うのが難しいと思うので、少し歩いて草のあまり茂ってないスポットを探したいと思います。左側の田園の方にはね、カエルもいるかもしれないんですけど、こういうとこなんかいいんじゃないですかね。はい、いったね。田園地帯の水路なんかには外来種のね、なんていうんですかね、仙人サボテンですか、ですよね。巨大なサボテンが、まあこのサボテンもね、一応外来種ってことで、地域によっては根絶しようっていう取り組みもあるみたいですよ。やっぱりあの在来種をね、駆逐するほどの繁殖力がありますからね、やっぱ外来種は強いですからね。はい、矢印のところに大きなナマズがいましたね。と見逃された方は少し巻き戻してみてください。さ、早速このね、草のあまり茂ってないところで ガサガサをしていきたいと思いますけども、ただね、ちょっと魚が目に見えるところで泳いでたんで、さっとね、すくってみましたよ。はい、これはモロコの子供ですかね。ちょっと映像では分かりにくいんですけどね、メダカが結構いたんですよね、団体さんで。一生懸命ね、私も捕まえようとしたんですけど、なかなかメダカ捕まんなかったですね。ここでスポットを変えて、魚の溜まっていそうなところを一撃で、はい、どうでしょう、大量ですよ今日は。ねえ、見てください、モロコ軍団ですね。これ何匹いるでしょう。こうやってね、ガサガサはタイミングとね、場所選びによっては一気に一網打尽にできるっていうね、楽しさがありますよね。今日はいつになく大量ですね。さあ、テンションが上がってきましたね。え、今日は必ず
メダカも捕まえたいですね。さあ本番はここからだってね思った矢先に、実はねこの後ちょっと私足を滑らしてしまいましてね、あの小川に転落して泥だらけになっちゃったんですよ。それでもうやむなくねこの日を撤退することになったんです。すごいね残念なんですよね。やっぱり替えの服とかねそういうの持ってきた方がいいですね。ガサガサ来るときは皆さんもそうしてください。やっぱアクシデントって絶対あるのでね、はい、必ずまたこの小川にはリベンジしたいと思いますので、本日の動画は以上となります。ももきゅうちゃんでした。ありがとうございました。